トゥミさんこんばんは、クマリョこんばんは、ヨシさんこんばんは、ございますがたくさん見れて良いですね。トネさんこんばんは、カサドさんこんばんは、プーさんこんばんは、お仕事お疲れ様です、ありがとう、帰ってきて早速見てくれて、カズミさんこんばんは、ひとやすみさんもこんばんは、アキラチームさんお疲れーなです、KY 大阪さんこんばんは、リエさん始まったねこんばんは、安倍さんもこんばんは、お猿こんばんは、トールちゃんもこんばんは、ポン相模さんもこんばんはバンワー言うて、エヌタさんこんばんは、最終決戦やね、頑張ります、逃げ切る、クニちゃんこんばんは、チャーユーこんばんは、いよいよ最終枠ですね、ファイトありがとう、太郎さん、なーちゃんこんばんは、レイグさんもこんばんは、アキラさん社長配信なう、え何社長配信なうって何、お茶リズムさん今日で、いや千秋楽にはしないです、あまあでも予選は千秋楽ですけど、あの決勝まで行くつもりなんで、まあ一旦最終枠ですね、はい、キョンキョンさん、ごっちゃんちゃん、はーい、こんばんは、ケイバズキさんもこんばんは、のぐっちさんも来たー、ありがとうございます、しげたたさんこんばんは、あかしのぽちさんこんばんは、のりぽそさんもこんばんは、ひさしさんこんばんは、ゆかちゃんこんばんは、ライナさんもこんばんは、ごじった、え、なに、かなさんお弁当作りながら見てるの、あら素敵、いい、ちょっと BGM そら楽しそうでしょ、緊張ほぐすためにアゲの音楽なんかかけてる、お弁当も多分美味しくできるよこれで、ありがとね皆さん、ありがとうございます、ここからが追い上げですね、テンション高い、テンション上げてかないと、なんかすごいすごいドキドキしてるんだもん、みんなありがとう、道友さん、あーはい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 、なるほどね、喋る余裕なし、もしかしありがとう、猫畑さんありがとうございます、あ、ニッシーさんお帰りなさーい、はななんこんばんは、お風呂から見てる、あらふやけないようにね、ありがとう、サッカー見ながら見てる、まのちゃん、嘘嘘、テレビつけてないけど、ごとツイッターでそわそわ、いやそわそわするよ、でも今現在2位の方はもう最終枠は1時間前ぐらいに確か終わってるんだよね、そう、あ、野口さんバラありがとうございます、そう今2位との差は1、10、100、1000、まあ、9万ポイントあるけど、3位との、ん ?4 位、私今3位でしょ、4位との差もまあまあ12万ポイントぐらい離れてたから、どうだろう、この後配信予定が書いてなくてちょっと動きがあるかどうかわかんないんですけど、ライバルも調査済みって一応ね、そうだから挽回は可能なんです、逃げ切る気は満々なので、そうリラックスしてね、リラックスしていきましょう、ドゥミンさんだるまありがとうございます、縁起が良い黄色でありがとうございます、プーさん今から夕食しっかり食べてください、私はもう夕食は食べました、今日は鮭と炊き込みご飯だった、かなさん花束ありがとう、え、かなさんっていくつかな、同い年ぐらいかな、かなちゃんかな、リラックスね、あら浦安は雨が降ってきたんですか、皆さん傘持ってます、大丈夫ですか、お出かけしてる方、自分で作ってないです、おかんのおかん料理です、鮭と炊き込みご飯いい家庭だ美味しかった、ドゥーミンさんカウントありがとうございます、あ、23歳かかなちゃん、いいね嬉しい、ありがとうね、いつもひさしさんもカウントありがとうございます、あ、ドンさんこんばんは、もうきゅ嘘でしょ、あ、同い年くらいか、びっくりした、同い年だよできて嘘だもん、失礼か同い年くらいね、同い年くらいなの、本当に本当に
実家ご飯が出てくる実家最高。まあね、まあ逆に 今だけですからね、こうやってお母さんの手料理が食べれるのはっていうのはねと思って、まだちょっと甘えさせてもらってますけど。週末に向けて買い物行ってきたけど、スーパーから水が消えてたよ。なんと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 、皆さんねえ、台風の方も心配ですけどね、もうその心配が吹っ飛んじゃうぐらい私はこのイベントがすごくドキドキしております。ごめんごめん、嘘だろうってごめんね。いやでも嘘だなと思ったから。関東やばそうですよね。レジっ子モンスターさん、嬉しい、いっぱいお話しましょう。あ、かしのぽちさんもカウントありがとうございます。ひとのぷーさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、かぼちゃもありがとうございます。あかしのぽちさん、さあさあ、チャキチャキとした明るめの音楽 BGM をかけてお届けしておりますごっチャンネル、美人百科の、予選最終日、この枠が最後の枠となります。あ、星集めありがとうございます。あかしのぽちさん、そう、予選は絶対超える、超える、乗り越える。ゆかちゃんカウントありがとう。そう、予選は絶対行く。うん、焦らずね、でも油断せず。おしゃれなカフェみたいな音楽、そうそうそう、流してますよ。行くべー、みんな。ドゥーミンさんありがとうございます。2週頑張るよ。はあ、あー、ニッタありがとう。50カウント。サッカーの方はどうですか？サッカー何対、どこ対どこだ、ちょっと全然ついてきてない今。そう、本戦のね、戦略練らないと。本当にドゥーミンさん3周目集め、いってらっしゃい、よろしくお願いします。ハナナン、かぼちゃありがとう。黒太郎さんもキャンディーありがとうございます。日本対モンゴル、へえ、そうなんだ。どんな感じ、今どんな感じ。キリンさん仕組みがよく分かってない。もうとにかく今は星を投げるのみ。あとはもう、てかもう緩く会話しよう。そう、会話しよう。あ、6対0で勝ってるんだ。おー、いいねいいねいいね、日本ノリノリですね。ひでくんカウントありがとうございます。そしてドゥーミンさんね、いつも黄色いだるまありがとうございます。モンゴルじゃ負けないっていう油断が何事もいけ、うん、そう、油断がね、油断禁物ですよ本当に。だからちょっと今回もね、私のこの最終予選も気を抜かず、気を抜かず楽しくやりたいと思います。はあ、ドキドキしてる、でもドキドキしてるよ。みんな配信してるのかな、ライバル様たち、どんな感じだろう。ショールームは配信を30秒見ていると星5色 ×10 個がもらえます。はい、キリンさん、ここに先生がいますので。かずみさんハートありがとうございます。あら、あーちゃん初めてです、ありがとう、ありがとうございます。はじめまして、後藤由紀と申します。今美人百科のイベントっていうものをやってるんです。もしよかったらね、会話だけでも一緒にコメントでもいただけたら嬉しいなと思います。お話しましょう。今最終予選でゆるくやってます。でも、あ、テロップ入れてないじゃん。もう2位と結構詰まってきた。本当？あ、結構みんな配信してる。うわー、荒れるぞ荒れるぞ荒れるぞ。ちょっとテロップ入れますね。予選最終枠、予選最終枠、もう決勝行く気満々だから、決勝は
明日、明日、18時から。よし。あー、皆さん本当ありがとうございます。かずみさん、バラありがとう。そしてくにちゃんもハートありがとうございます。先生からです。ショールーム初心者の方へ、先生からです。1時間でもらえる星は5色 ×100 個をもらえるので、10ルームへ訪問して星も集めます、だそうです。あ、小四郎さん、カウントありがとうございます。くにちゅん、ハートありがとうね、いつも。ドゥーミンさんも、誰もありがとうございます。ゆかちゃん、いってらっしゃい。気をつけて、星集め気をつけて。そしてライバルちょっと見てきてください。頑張る、ありがとう。あーちゃん、ありがとうね。よし、行こうぜ。この勢いで行こうぜ。音楽とのギャップか。そんな そんな演技の悪い、あきゃー、演技の悪い。決勝は明日から。本当にもうそんな単語並べないで、みんな。あー、ドキドキしちゃう。あー、ちょっと怖い。もうこれね、ずっと立ててるからなんかヘニャヘニャになってきちゃって。あ、せかきれさん、こんばんは。はじめまして、後藤由紀と申します。嬉しい、ありがとうございます。あ、え、いいんですか、だるま。ありがとうございます、嬉しい。あーちゃんも星投げありがとうね。ありがとうございます。ビローさん、表紙どの、表紙は泉里香さんでございます。あのインディードの CM とかによく出てらっしゃる方です。とても綺麗な方です。私めちゃくちゃ好きなんですよ。あー、せかきれさん、ありがとうございます、嬉しい。頑張りますね。ありがとうございます、頑張ります。予選乗り切ります。で、この予選は上位8位までに入れば明日からの決勝に参加できる感じでございます。なのでこのまま逃げ切りたいなと思っております。みんなありがとう。あーはー、ありがとうございます、嬉しい。はー、嬉しい嬉しい。2位通過できるといいですね。の方が安心だね。50コメントもポイントになります。コメントするのが大変なので数字を入力して送信します。それを50カウントと呼びます。そうです。あー、泉さん昔セーラーム、あー、そうだね、確かにね。あー、かずみさん、かわいい、ありがとう。せかきれさん、いっぱいくれた、ありがとうございます、嬉しい。いいんですか、私なんかに。ありがとうございます、嬉しい。4位の方は3位との差が15万ポイントってことは、私との差が15万ポイントってこと。配信してる今。あ、ゆめちゃん、ゆめちゃん、ありがとう。ゆめちゃん、ありがとうね。2週と50回でありがとう。タロビ絡んでる。ありがとう、ゆめちゃん、ありがとう。まゆさん、ソフトクリームじゃない、アイスクリーム、ありがとうございます。はあ、知りたかったことが今日いっぱい分かった、ありがとう。あ、よかったよかった。そう、なんか分かんないことあったらタロ先生に聞いてください。あ、そうそう、セーラーマーキュリーね。意外と油断できない。いや、そうだね。いやー、もうでも皆さん可愛いんですよ、本当に。お綺麗だし、私も最後まで気抜かず頑張ります。あ、
かっちゃん50完了でござるござる、ござるでござる、ありがとうでござる。あ、しぼいちゃんだるまありがとう。あ、そうで星を投げるときに 10連投すると、パーセンテージが、そのポイントのパーセンテージが上がって10ポイントが12ポイントになるんだって。そうだから投げるとき10個ずつの方がいいらしいです。あゆさん、ごっちゃんが一番可愛い、ほんとに。あ、のりちゃんありがとうね、最終だよ、頑張るね。しぼちゃんありがとう、かわいそば、ごとゆが一番。いやもう皆さん本当にありがとうございます。おぉ変な顔しちゃうもん。おぉありがとうございます。何みんな一番かわいいとか、なんかもう本当に本当にありがとう、そう言ってくれるのみんなだけだよ。あ、ごくごくごくさん、ハートたくさんありがとうございます。リエさんもバラありがとう。あ、ドミーさん3週終了もうできること、ありがとうございます、本当に嬉しいです、ありがとうございます。あとは会話しましょう。もうそろそろ褒められ慣れていや私一生褒められ慣れないと思う。え、ゆめちゃん、ごとゆちゃん肌きれい、本当にあれじゃないの、美肌フィルターかけてるからじゃないでもこのツヤは天然のツヤです。なぜかすごい、別にさ油切ってるわけじゃないんだけどね、天然のツヤは持ってます。はあいや照れるやろ、照れるよ。キリンさん、あ、アイスありがとう。かなりニートの差が縮まってきた。よっしゃ、何時までやりますか。この決勝が、21時59分までなんですけど、もうその時間を過ぎたら何時まででも配信していいみたいなので、そうね、終わった後どれぐらいやるかな、まあ15分30分ぐらいはやりそうな気もするけど、そうね、まあまずは21時59分まで勝負なので、はい、まあみんなでわーいってできたらなって感じです。みんなありがとう、ギフトもいただいちゃってありがとうございます。ありがとう、トミンさんもありがとう、しぼちゃんもありがとう。読み切れなくてごめんねみんな。あ、ひとやすみさん、カウントありがとうございます。だからテッカテカじゃなくって天然なのこれ、もうしょうがないんだよ。みんなでワーイしたい、本当に。とりあえず2位の方はもう配信は終わってるので、最終枠は、うん、そう、2位の方はもう終わってるのゆめちゃんありがとう。あーちゃんありがとう、最後まで見てください、よろしくお願いします。決勝に行けたら喜びの舞しなきゃ。あ、ボブさん、ショールームで初めて50カウントというものをした。いや本当に私もグループ時代ね、私チャオベラチンクエッティっていうグループに所属してアイドルやってたんですけれども、その時から配信させてもらってて、ショールームで、なんで数字をこうコメントに入れてる人なんで入れてるんだろうって思ってたんですよ。そしたらそういうことだったんですね。本当にもうありがとうございます、もう本当皆さん応援していただいて。素肌ピチピチ、でも最近ちょっと乾燥してきてるね。乾燥は大敵ですよ、本当に。大敵？乾燥大敵？敵対？大敵？大敵？テカテカメモらなくていいのなんか輝いてる。いずれガルワワとかでねえ出れたら嬉しい。でももっと、そしたらちょっと鍛えなきゃ、体幹とか鍛えなきゃ、ちょっと最近動いてないからポニッポニってきてます
結果はすぐに出るんじゃないかな、わかんないけど。あ、4位のYMMT ハーツさんって言わない、大敵ね。本当に、ロンちゃんとゴトちゃんちょっと、似てる、私ロビンと似てます、話し方一緒にいるから。ボブちゃん、じゃあ見れるようになったのかな、ショールーム。これからよし、これから応援してもらおう、ボブちゃんにも。そう、カウント知らなかったの、全然知らなかったんです。もう平和な配信しかしてこなかったので。ポイント差は3位、私と3位から4位の差が約15万ポイント、4位から5位が約7万ポイント。みんなありがとうね。4位が来ても2位を、あ、星になってるNG ワードになってるね。え、はあ、しょう、あ、結果確定は明日の12時なんだ。ロビンといるとロビンより外人っぽく見える、それは嘘じゃない、嘘、そんなことある。集めた星投げ終わり、人のプーさん本当ありがとうございます。正式発表は後になる。行こう、最後まで行こう、平和な配信って言って。ゴちゃんでプニプニやったら俺はどうなる、僕はどうなる。いやいや、だって周りがやっぱすごいから。現在2位との差は、あ、8714ポイントです今現在。今日の配信の時にはプレゼントあった、あ、そうだね、そう、写真プレゼントとかそういうのやってましたね。明日までワーイはできないけど、仮でワーイいけるんじゃない、仮でワーイしようよ、やっていいんじゃないの。一応21時59分超えた後も配信そのままするので、一旦ランキングそこで覗いて、うん、ワイしよ。みなぽん、友達にロビ焼きの画像を見せたらこの子がハーフってこと、え、嘘、本当に、私何人なのじゃ。みなさんありがとうございます。ちょっとコメントもあのギフトも読み切れなくてすいません。後であの見させていただいてるので、いつもありがとうございます。大地圧さんもありがとうございます。高山さんもありがとうございます。シュウさんアカウントありがとう。ショールーム知ったのはチャオベラの配信のおかげ。あ、ロックオンさん、そうなんですね。そろそろ足がしびれてくる子、確かにずっと前のめりだとね、足しびれちゃう、ちょっと。はあ、あーちゃんゆう二刀流でやってくれてんだ、ありがとう。あ、そうね、とりあえずお疲れワイしようか。お疲れは、あ、バレーもロシアに勝ったからごと、おすごい、日本いいね。え、ちなみにさ、今はやらないけど、これテレビ見ながら配信とかしていいのかな、これ映像映さなければどうなんだろう。ゆかちゃん2週完了、3週は明日までに勉強して、ありがとうね、みんなありがとう、みんなありがとう。お疲れはいいしよ。スペインとのハーフ言われたらし、あ、じゃあ私スペインとのハーフです。やばい、今ので支援ポイント減るかな、今の うざい感じで。スペインってどんな感じだろう。チャオベラ会議毎週楽しみやったき、またやってほしいな。あ、懐かしい、そのあの方言懐かしい、ありがとう。我が阪神を破る、あらま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 。あ、つまがりさん星投げた、仕事戻る、ありがとうございます。あの10時以降も多分少し配信続いてると思うので、
もしよかったらお仕事終わってたらまた見に来てください。ありがとう。ドヤがすごかった。スペインのどこだろうね、全然わかんないけど。あ、人のプーさんカウントありがとうございます。2位になったら一度わーい練習でしようか。フラメンコ踊る感じ、どういうこと。もうスペイン人でいいんじゃないって、もうそれ国ごと嘘ついちゃってるよ私。国籍がもうおかしくなっちゃって。あ、ミナトゥー最終枠だよ、頑張ります。のりぽささんありがとうね、たくさん。あ、カッキーさんこんばんは。今日は顔が大きく見える、前のめりすぎ、ちょっとあとちょっとだ、あと2000ポイントだ、2位まで。スペイン語を話せないハーフ、いやスペイン語も話せないのはもちろんだけど、ハーフじゃないからね私。黒髪黒目でバラクホワイトフラメンコのイメージあります。そうなの？そうなんですか？チャオベラ会議と全力ラジオを楽しみに1週間生きてきたな、そっか。じゃあこれからはごっちゃんねる楽しみに生きてこう。みなとありがとうね、星投げ来てくれて。あ、のりさんもありがとう。え、結構アップみんな好きなの。あ、ガッチャン Z さんありがとう。ファイティン頑張りますね。アニャンさんもありがとうございます、星投げ。安倍氏さんもありがとう、ギフト。全力ラジオ懐かしいね。ロングドレス似合いそう。ロングドレスはだから、ね、私ロング丈の服とか好きだな。映画、また映画コーナーとかも見たい。いや映画コーナーはちょっとやめとこう。映画を気楽に見たい、もっと。アップおかわり。変な顔してやったぜ。もうすぐ顔赤くなるからやめよう、本当にやめよう、やめよう。やめよう、やめよう。背が切れそう、ありがとうございます。やめよう。あ、小城さん3週目いってらっしゃい。みんなスクショしちゃった。結構もう、あ、しまちゃんありがとう。眉毛も赤くなってた。眉毛、あ、眉間か、眉間。いやだってもう顔が、私皮膚薄いのかな今。何、今日何してたの。今日はもう予選に向けてコンディションを整えて、あと犬の散歩してみたいな。もうメーテルコスプレ、またメーテルコスプレ、神様が持ってんじゃないかな。私持ってないんだよね、いつも以上のハイテンション。でも今日朝枠初めて配信して、昨日の夜全然寝れなくて、もう睡眠全然取れなかったの。だからもうなんかもう細切れに仮眠みたいな感じで睡眠通したから、今日ちょっとよくわかんないもん。あ、山ちゃんごてこんばんは、こんばんは。今最終予選です。あと15分ない、あと今45分だから10何分。いやー、今年のハロウィンは何のコスするの。特に決めてない、特に決めてないです。あ、キリンちゃん、タコありがとう。毎年ハロウィンイベントやってて楽しかったね。なんだかんだやってたよね。ドラえもん、ハロウィン、
あ、そういえば今現在1位の方覗いたらコスプレされてましたね。あ、え、2位？ 2 位になった？本当？私のまださっきの2位まで2000。あー、変わった、イエーイ。いやー、このまま逃げ切れば2位確定です。皆さん、絵文字、顔文字、逃げ切るぞ。みんなありがとう。逃げ切るぞ。走れ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 。みんなありがとう、ありがとう、ありがとう。逃げ切るぞ。ちょっと気合の赤リップ塗るぞ。これにしようかな。じゃじゃん。これね、女子の皆さんおすすめ、後藤由紀のリップ。マックちょっとマットだから、多分たまにね唇合わない、合わない人っていう方もいるんですけど、マックの602番チリでございます。マックだよ、マックの、マック602番チリ。よし、気合で塗るぞ。マック使ってる？これあんまりねベタ塗りすぎすると濃くなるから、ポンポンポンぐらいで。あ、この前買った？チリ、そのチリじゃない、あのペッパーとかのチリの方のチリじゃないかな、意味的には。 CHILI チリ。ビッグマックでもない、マック。あ、ほらほら、こういうやつピントがなかなか合わないね。マーク、これは無理だな、これは無理や。あ、かなちゃん、かなちゃん2位に戻、前戻ったよ。だから今気合いの赤リップ塗ってる。テクスチャーどんな感じ？結構ねこれはマットめだと思う。マットです、テクスチャーはマットなので、まあ、これから冬とかになって乾燥気になる時期になってくるので、まあ、1回保湿クリーム塗ってからこれつけた方が、まあ、唇のね潤い的にも荒れ防止にもなるし、おすすめです。あ、ヨナだ。何？ヨナがくれた。え？え？タワーじゃん。え？え？ヨナさん、ヨナさん、ヨナさん突然現れていつもタワーを置いていってくれるんです。ヨナさんありがとう。みんなありがとう。もう星もギフトもコメントも皆さん本当ありがとうございます。ラスト逃げ切れます。あと10分、逃げ切るぞ。よっしゃ、逃げ切るぞ。ふぅふぅ、逃げ切る、絶対に逃げ切る。まあ1位はちょっとね現在も配信されてますし、まあでも今回の予選は8位までに入れれば大丈夫なので、はい、このまま逃げ切ります。僕が来たよって。ヨナーありがとう、びっくり。ハロウィンバージョンでしょ、しかも。ありがとう重忠さんも、ありがとうね。ファイト頑張ります。逃げるぞ逃げるぞ。700人の皆さんこんばんは、後藤由紀です。ふぅ、今そう4位の方のね追い上げ怖いですね。確かにね。いや、逃げ切る逃げ切るぞ。私は逃げる逃げるぞ逃げるぞ、走るぞ。よし、本戦でどうやって1位取る。確かにね、鼻息荒かった。本戦ね、本戦が恐ろしいですよね。本戦、まあ、とりあえずあと9分
あと9分。本戦はでも時間配分が難しいんだよね。時間配分後でみんなちょっと先生を筆頭に教えてもらおう。でもさっき1個前の配信の時に教えてもらったのは、あの3週やるのが大変な人もいるから、あ、先生がいろいろと調べてみてくださいって。30分を6回1時間間隔でやったらどうっていう意見もいただきました。本戦も3時間とも。コスプレ放送？コスプレ持ってないねん。コスプレ持ってないねん。ディズニーのああいうやつしかない。ハッシュありがとう、お疲れ。ノリポスさんもバラありがとうございます。黒太郎さんもキャンディーありがとう。4位は来る雰囲気じゃない配信してる。あ、つさん、お、つさんいいこと言う。コスプレとかは買ったりやればええねん。よっしゃみんな、コスプレ見たかったら決勝勝つぞ。一日何枠作れそう。そうねまあちょっとお仕事がある時もあるのであれなんですが、まあできる限り私は時間作れるので、休日は細かく配信する。ハンコックまた見たい？朝昼夕夜2回が理想。休日配信がねやってないんですよまだ私、ガチイベで。くにちゃんキャンディーありがとう。決勝は10日間です。10日間、合ってる？こっちで10日間です。長いんですよ、予選のちょうど倍なんです。うん、決勝ワンちゃんとね、レオンも決勝順調にいきそうだったらレオン出そうかな。長い戦いですよ、長い長い旅になりそうですよ本当に。まだまだ明日終われば世間は3連休。そうですね、3連休だし、しかも天気悪いから結構あ何やろうって方多いと思うので、ちょっとそこで新規さんとかもがっつりゲットできたらなとは思ってます。でも後藤が無理ない範囲で、いや私はもうね、てかもう楽しんでる、配信自体はすごく楽しんでる。あ、サンイエローさんたくさんハートありがとうございます。ありがとうありがとう。逃げ切りますねこのまま、2位で逃げ切ります。ありがとうたくさん、嬉しい、ありがとうございます。ハートのアレジー、私がやるとお猿さんになるっていうね。ありがとうございます。あと5分、逃げろ逃げろ逃げろ、走れ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 。もうだって本当は体動かしたいもん今、めちゃめちゃ座ってんのそわそわしてるもん、そわそわしてるもん。はあ、のりぼすさんもありがとうございます。だるま決勝に体力財力のリアルですね。ランナー走ります。あなな、ありがとうね。猫又さんもありがとうございます。心臓の音も意外と冷静だった、心臓は。ごめん、ゆう踊っちゃいだよって。あ、猫又さんもハートありがとうございます。いやドキドキする。他の配信見るとこのまま終わりそう？本当？接戦はなさそうですか？いや、わかんないよ、まだだってまだだってあと4分あるんだもん。あー、800人の皆さんありがとうございます。まあ、予選ランキング8位までだから大丈夫か、先生が言ってるから大丈夫だ。ただ逃げ切る、逃げ切るぞ逃げ切るぞ。もしまだ星持ってる方いたら、初見さんとかももしいたらよろしくお願いします。ヒロさんギリ2週終わってありがとうございます。はあ、朝と様子が違う。9位が8位と25万差あるから波乱はなさそう。はあ、つさんありがとうございます。
なんだろう、玉手箱みたいな。ありがとうございます、頑張ります。安倍氏もありがとう、バラ10本ありがとう。ノリノリコージさんもカウントしてくれてありがとうね。あー、そらさんありがとう。黒太郎さんもありがとう。このまま2位でいける？あ、KY さん3周目集まり始めたので投げれる限り投げます、ありがとうございます。はあ、まあこういうドキドキ感はそうですね、久々ですね。野口さんだるまありがとう。あ、ノリノリコージさんカウントありがとうね。高尾奈さん3周フルごっちゃありがとうございます。はあ、ふぅふぅ、え、スさんのギフト小判、金色の黄金色のお菓子、え、つさんありがとうございます。え、予選平和なの、これが予選、予選ですら私そわそわしてすごい。あ、山吹色、山吹色の、なんか前の配信で言ってたの、なんか山吹色のどのこうのって言ったの。予選終了までカウントダウンする、決勝にそろそろ残した方が、うんうん、あと2分、決勝の最後荒れまくる。金、ん、黄金色のお菓子、風呂敷の裏リップの色可愛いでしょ、後でインスタあげるわ、詳しくストーリーとかの方にあげます。ドキドキ、いやみんなありがとうね、本当にありがとう、ありがとう。バイザーさん、あ、文字化けしてる、ほにゃららするとタワーが飛び交ってる時が、うん、あ、そう、マックですよ、マックのリップです、気合の赤リップつけた。あ、サンイエローさんありがとう、ありがとうございます。あー、セカキレさんもありがとうございます。あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっとです。大丈夫かな、ち、そう、こんな予選から操作して大丈夫かな。セカキレさんありがとうね、いっぱい。みなぽんもありがとう。このまま逃げ切ります、私頑張ります。ひとやすみさんありがとうございます。星3周目管理ありがとう。あー、サンイエローさんありがとう、ありがとうございます。きっと8位以内には残ってるはず、まああとは祈るだけですね。よし、もう終わるかな。決勝は、予選 A と B の8名ずつなんで16名です。16分の2、美人百科はグッドでぴったり、本当もうみんながもう声を大にしていただいたらもうもう頑張れる。59分なった？ 1 分切った？え、それってさ59分までだからさ10時までってこと？10時までってことだよね。終わり？もう終わったの？59秒まで？オーライ、59秒まで、ね、オーライ。決勝は狭き門なんですよ。あーちゃん、ごっちゃん大好き、ありがとう、嬉しい。普段雑誌読まないけどグッドデラ、いや見て、ぜひ見て。よし、あと10秒、あと10秒。あ、手元に秒針がない。よし、終わった。皆さんお疲れ様です、ありがとうございます。10時おつぽよ、みんなおつぽよ、ありがとうございます。あー、お疲れ様です、皆さんありがとうございます。おつぽよ、あー、おつぽよ、みんな、皆さん本当ありがとうございます。お疲れ様でした、本当にありがとうございます。水分取ろう、水分取ろう、みんなポヨが気になってる、皆さんありがとうございます、本当にもう、あー、やばいやばい、水分取らなすぎて頭痛してきた、うん、
よし、ちょっと皆さんに感謝の意を込めて、ちょっと一回一旦スクショタイムとか撮ります。皆さんイエイ、みんなお疲れ、おつぽよ。おつぽよ、おつぽよのスクショです。万歳万歳、みんなありがとう。本当にきっと2位で乗り切れたことでしょう。はあ、乾杯だね。でもすでに抜け殻なんだけど、私予選で、予選だけで抜け殻なんだけど。え、940名の方見ていただいてありがとうございます。嬉しい、最高かも今までの配信の中で。え、待って、かなちゃん血吐かないで、血吐かないで、大丈夫。いや、脱力歌うしかだねこれね。この時間4番目に盛り上がってる。え、本当ですか。ウェーイ、やった。私まだまだ新人なんですけど、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これ一旦万歳しとく。やっぱみんな、うん、もう一回スクショタイム、じゃん。何のポーズ。イエイ、みんな万歳するぞい。よっしゃ、音楽止めたで。一回暫定2位の万歳の舞をあげよう、みんな。で、千、ちょっと1000人の方に見てもらおう。1000人行こう。これ充電器抜くで、充電器抜くで、みんな。うん、抜けない、よいしょ。ふう、みんなでね、万歳の絵文字やってください。嘘、関西弁なってた、やばい、無意識だわ、やばい。え、もう1000人いくかな、今999ってなってんだけど。1000人いく、初1000人いくんじゃない。え、無意識に関西弁出てんの、やばいね。よいしょ、カラオケの準備しまーす。あ、もう履歴がもう残ってない。ザッポシボにしなきゃいけないんだよね。あ、ザッポシボは履歴に、はい。あ、そうだ、これ刺さないと。皆さんちょっとブチッといきますね。いいよっと、大丈夫ですか。くるくるしておりますか。あ、そう、結局ポッシボあったの、あのザ半角ポッシボだったらね出るんだよね。あ、1000人突破した、やったー、よし、ご雪頑張る、決勝も頑張る。ということで皆さん、美人百花、予選、5日間やりましたが、暫定2位ありがとうございます。ということで喜びの全力万歳マイグローリンミュージックスターティーン。まだ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 行こうぜ、まだ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 行こうぜ、まだ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 行こうぜ、 Wonderful and beautiful life is the dream。 この調子で明日からの決勝も頑張るぞ。最近の私、塞ぎ込みそうな時は逆に無理して待ち出るんだ。友達呼び出し、可愛いショップ探し、住んだら
おいしいもの食べ行こう、ほらほらなんだろう、胸が騒ぎ出すよ、酒まで飲もうやもや、なんだっけ too cry 全力万歳、夕べの涙も今夜の笑顔も目の前のスイーツも全力万歳、理想の自分にまだ届かなくても元気出していこう、その全て my glory。 はじめましての方もよかったら聞いていってください。後藤由紀です、こんばんは。夢が遠すぎて本気でやめようとした時、それまでよりでかい声で頑張れって言って、泣いた君の顔見てから私はそう迷わない、自分らしくでいい、少しずつでもいい、だってまだやりたいことをいっぱいいっぱい、全力万歳、がむしゃらにはしゃいで思い切りへこんで、それをまた笑って、全力万歳、夢の進歩さえ今は見えないけど上を向いていこう、その全て my glory。 1162名の皆さんありがとうございます。まだ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 、全力万歳、がむしゃらにはしゃいで思い切りへこんで、それをまた笑って、全力万歳、夢の進歩さえ今は見えないけど上を向いていこう、その全て my glory。 ラストみんなでいきましょう。脂肪で全力万歳マイクローリーでした。ふう、ありがとうございました。皆さんありがとう。いやー、
曲やな、本当にもう私たちがいたねグループなんですけれども、もし興味がある方はよかったら全力万歳マイグローリーで検索してみてください。もう素敵な曲なので、皆さん本当にありがとうございます。予選なんとか暫定2位で乗り切れたかなという感じでございます。うん、みんなありがとう。あゆめちゃんもありがとうね。つさん、約1300人って確かに多い人、確かに、はあ、ありがとうございます。みんなありがとうね。ありがとう、ありがとう、もうありがとうしか言えない。本当ありがとう、みんなありがとう。そしてごチャンネルの開設してから過去最高、わ、1476、ありがとうございます。嬉しい。まだまだこれからですね。はい、ということで、もう私はちょっと一回イヤホン抜くわ。ちょっと一回イヤホン抜くね。ちょっと手が塞がるから。ちょっと待ってね。抜くで。大丈夫かな？よし。ということで、多分初見の方とかもたくさんいると思うんですけれども、改めて最後にもう一回自己紹介とかもさせていただけたらなと思います。私、後藤由紀と申します。じゃん。私、後藤由紀と申します。去年の8月2日までアイドル活動をしてまして、まあ元ザッポシボっていうグループから、まあ、改名しましてチャモベラチンクエッティというグループで、活動しておりました。で、今ツイッターとかもインスタとかもやってるんですけれども、この10月の1日から、このショールーム5チャンネルというルームをですね、開設したばかりで、いきなりガチイベに、ゆるイベじゃなくガチイベに参加するという、はい、そんなことをやって今、予選暫定2位で通過させていただいてます。ありがとうございます。1500人の皆さん、ありがとうございます。はい、なので予選は無事に突破したという予定でいきます。もう私準備したんだ。改めて私が私が参加してる、ガチイベについて説明したいと思うんですけれども、じゃん、美人百花専属読者モデルフラワーズ第1期オーディション、イエーイ。こちら今予選がちょうどさっき終わりました。で、予選を上位8位で通過していれば、明日から始まる予選、明日から始まる、決勝に参加できます。で、この予選の、最終結果は明日の12時に、結果が出るそうです。なんですけど、もう私は予選を突破したつもりなので、もう作ってきました。はい、ダダン。決勝は明日10月11日金曜日の18時から、10月の20日日曜日の21時59分まで、丸々10日間、決勝をやらせていただきます。で、決勝はこの予選が A と B あって、上位8名ずつなので約16人ですね。16人の中からランキング上位2名が、最終審査に進出できるという、なかなかかなり狭き門の戦いにはなるんですけれども、はい、まあね、毎日ショールーム配信してるプロの方とか中にはたくさんいるんですが、まあ、私も負けじと頑張ってもう真っ向勝負していこうと思っております。なので、もしよかったら初見の方、もしいたら上にあるハートをね、ぜひポチッとしてハートピンクにしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ファンルームも開設してあるので、はい、ぜひぜひそっちの方でも、見れたりするのでよろしくお願いします。あ、ハートしたあーちゃん、ありがとう。そうで、上位2名なんですよ。1720ね。嬉しい。嘘、ありがとうございます。で、
ちなみにこれはあるかどうかわからないんですけれども、決勝で3位から8位の中に入れれば、その中から、まあ、3名まで、まあ、0人かもしれない、誰も選ばれないかもしれないけど3名まで、審査員特別賞というものが、あるので、まあ、その権利、審査員特別賞をもらえればこのランキング2位に入らなくても最終審査に進出できるという感じでございます。はい、あ、歌聞きに来たのかな。で最後終わる前に歌歌って終わろうかね。あ、井上、ん、井上さん大好き、ありがとうございます。もう少しで2222行く、サンプラヤー、ありがとうございます。いや特別賞ね、皆さんあのあれなんですよ、お綺麗な方もやっぱり多い、綺麗で可愛い方も多いので、はい、まあ、そうね、私が印象を残せるように頑張りたいなとは思うんですけれども、私多分頑張りすぎると空回りをするタイプでもあるので、はいはい、気負わずガチでガチでいきます、カメラ目線で頑張ります。皆さんありがとう、みんなありがとう、1位目指して画面頑張ります。強豪がいるんですけどね、やっぱり頑張ります、頑張るぞ。はい、まあ一旦明日の12時かな、明日の配信、明日18時から、まあ、本戦ですよね。18時からのスケジューリングをどうしようかなと思ってるんですが、どないしましょう皆さん。でも18時からだから、18時からでもなるべく3時間は配信したくて、昼報告配信でも昼、その18時以前にさやってる放送はさ別にさイベントにはさ含まれない？どうなの？どうなんだろう。でもみんなが一生懸命貯めた星をそこで消費させるのもなんかちょっとあれですが、含まれない？明日はね、初日18時から、うん、そうだね、金曜だしね、日付超えてもいいと思う。日付超えるボーナスはなるべくこれからは使って活用していきたいなと思ってます、本戦では。ありがとね、かなちゃん、ありがとう。作戦会議時間取った方がいいかな。星、じゃあそう、昼はさみんな星とりあえずワイはやりたいけど、星とかなるべくもうほんと消費せずにカウント出られる部分を消す。いやあのね、計算、私頭悪いんですよ本当に。フル重視、セミ重視。明日でも6時からだもんな、6時から3、どうしよう。まだね、まだ詳しくね、私ちょっと計算はできないの。昼来れない人もいるよね、まあ、とりあえずちょろっと報告会するか明日の昼。あ、じゃあちょっとテロップ変えていい？テロップ変えますね。あ、ちょっと音楽かけよう。ちょっと音楽かけます。ピッ平和になった。テロップテロップテロップ、ググったら30分配信とかの例が、あ、そう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 、明日から明日30分配信しようかな。30分配信、1時間おきにだよね、それだと。そう教えてもらったの。30分を6回1時間間隔でってやつ。6時から30分、6時、ちょっと待って、まずテロップ変えよう。そうだ、テロップテロップを変えるぞ。
予選ありがとう、そうか、文字数があるかな、ありがとうでした、明日明日12時から報告会するか、これ収まるかな、文字数いけてるかな、来たー、2000人いった、私の方まだ行ってない、2000人いった、皆さん2000人の皆さんこんばんはテンション上がっちゃう、2000人の皆さんこんばんはすごくない、手振りすぎてるこんばんは、後藤由紀です。明日から美人百花決勝に進む予定でございます。皆さんこの配信終わる頃にまたちょっとお歌も最後歌って終わろうとは思ってますが、よし頑張るぞ、ごゆき頑張るぞ。確かに今日もテンション上がって寝れないかも。いやまだ配信を始めて10日とは思えないよね、本当に皆さん本当にありがとうございます。なので明日からの、決勝のスケジューリングを今からして皆さんと共有したいと思います。明日は、30分枠を6回に分けてやりたいと思います。でも収まるのか、それ収まるかな、6時からなんですよね、18時、ちょ待ってちょ待って、みんなリラックスして待ってて、あの最後に歌う歌うんで、もしあのお時間ある方最後まで見てってください。よしスケジューリング一枠、あちょ待って、まず昼に12時から12時から30分配信かな、明日は。まあちょっとこれはまた変わる、増えるかもしれないけど、2000人超えいかついよね、ありがとうございます。報告会を明日まずお昼に報告会しますね、皆さんに。あのこの予選の、結果が出て、あ、でも12時に出るから、12時から配信したら結果見れないのかな12時5分とかにしていい、12時5分にしていい、結果だって12時に配信したら見れないもんね。12時5分から配信します、12時半くらい。いや嬉しい、たくさん見ていただいてありがとうございます。6時から30分の細かい配信はきつい、明日の最後枠だけ23時50分からやればいい。あ、サピックスさんこんばんは、小林理香さんかな、こんばんは、え全国にすごい、こんばんは。とりあえずで決勝な、今明日からの決勝に向けてスケジューリングを組んでおります。決勝は1個目が18時から18時半やろ、1時間空けたら17時半、から8時、え、ほんとこんな感じ、こんな感じで合ってる、全枠には参加できなくてもどれかに来られる気持ちで、うん、皆さんも無理せず、私はガチで頑張りますので。まあね、24時間のタイムテーブルで30分配信録、まあね確かにね、でもここ1時間空いてれば平気なんだよね、2週はできるんだよね、2週はいけるんだよね、1時間あれば確認。え
小林理香さん、僕放送今日したんだけど一人も来ませんでした。コツ押し、嘘、コツですか？告知をしまくる告知をしまくることですかね。もういろんなものを使って頑張りましょうね。一緒に頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。でこの感じで、あ、2週24時超えて60期超えて予選と同じ応援した。ちょっと待って、これだと2枠目は2周できない。2枠目1周しかできないってことは、もうちょっと間を空けなきゃいけないってこと？あ、時間が足らないってこと？どっち？もうね、頭が悪いんです私本当に。みんなありがとうね。教えてください、教えてください。皆さん明日からの決勝に備えて。6時15分、6時15分解除になる。大抵職人さん来てー、ほんと。いや、わからん。これだと7時15分から次の星が集められる。なるほどね。7時ん？やばい、私頭悪いわ。え、むず。明日は30分配信無理しなくて。そうね、明日は6時からだもんね。あ、むずったん、もうむずったん。むずったんですね。え、とりあえず1枠目はいい感じ？ 1 時間にする？ 45 分、45分配信。いや、むずったんや。30分と1時間を混ぜないと無理。スタートが遅いから1時間枠でいいかも。合計の周囲を計算さ、でもしげマジで計算できマジで30分は星大変。あ、無理ちゃった。じゃあ明日1時間ですればいいか。無理せず6時半や、6時から7時にして6時45分とか、6時から6時45分。いや、そういう意味じゃないか。ふーん、ねえ、45分枠の方がいい気がしてきた。ここはさ、星3ついけるってこと？スタートはこれでいいよね。3時間制限なら2時間おきに45分、2時間おきに45分ってことは6、7、8時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 45分になる？わ、ちょっと待って、もう頭おかしくなってきた。頭おかしくなってきた。あ、1枠目は30分でも降るかな。ごめん、もうほんとごめん。ちょっと待って、マジで分かんない。2000人の皆さんすいません。あとで最後終わりにお歌歌うので。3時間制度は3時間やらないと勝てないっぽいな。まあそうだね、まず3時間いくか。最初30分にして、ここの間は何、どれぐらい開ければいいですか？お歌、
ここの間はいくつ開ければいいですか。6時半、8時とか。初日は6時間だから1時間を3回、8時から。明日はフルが1回しか無理だな。あとはセミ。あ、ゆめちゃんありがとう。お、ゆめ先生、ゆめ先生、45分は1、2、3、4つ。ゆめ先生、あ、これスクショした、スクショした。18時、20時、22時、ちょうだい、23時50か。先生は8時、22時、23時55。あ、一緒だ、ゆめ先生と一緒だ。ゆめ先生と太郎先生一緒や、さすがやな。よっしゃ、じゃあ各45分ずつにしよう。みんなごめんね、本当にありがとうございます、教えていただいて。ね、やっぱレイレイ、ね、やっぱレイレイ本物じゃないよね。でもさすがにさっきも大好きですみたいなコメント、名前が同じだけだよね。よし、プロが言ってるからプロの言うことを聞こう。8時から8時45分、3枠目が、いやもうスタートダッシュから飛ばしていかないとね、ちゃんと。よし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 、4枠目は23時23時50分と55分のどっちが、55分、50分。最終枠はデイリーボーナス取りこぼさない、はい、50分でいける。え、サンプラいけんじゃん、この人数やばい。2225名の皆さん、サンプラが満帆です。今中野サンプラザが満帆ですはい、ゆめ先生23時55分ですね、わかりました。から45分やればいいのかな。また、待って、計算ができない。1、お、そこ無理しなくていいの、どうなのいやでもさ、やっといた方、やっといた、え、レイレイ本物、嘘でしょ。レイレイ本物嘘でしょ。嘘だよ。0時40分までやっちゃっていい？偽物でしょ。確かに本人だけは知ってるね。さっき名前出てさ、つーさんワースターが好きなレイレイとか一言なんか多いですよ。つーさんできるなら45分を4枠し、よし、じゃあみんな明日は夜更かしだ、花金だ。なので0時、あ、24時って書こう、急に0になっちゃう。24時40分だね。 OK、 皆さん明日のスケジュールが決まりました。やっと、ありがとうございます。明日からですね、私美人百花さんの専属モデル、フラワーズ第1期オーディションの、決勝に進出するつもりでございます。まずその結果が確定するのが明日の12時なので、
その結果を受けて、12時5分から、12時30分、まあこの辺はゆるく配信、いつも通りゆるく配信したいなと思います。そして明日の、18時からこの決勝が始まるんですけれども、じゃじゃん、スケジュールはこんな感じになっております。皆さんよかったらスクショしてください。これも見えない？ひょっこりはん OK かな？いけました？よし、初日から私飛ばしてくで、負けへんで、本当にもうプロがいっぱいいるから負けへんで、みんな。まあ、ちょっと天気が悪いのでね、ちょっといろいろ心配な部分もありますが、みんなでいれば怖くない、頑張っていきましょう。皆さん明日もよろしくお願いします。じゃあ最後に一曲歌いますか。一曲歌って終わりますか。もうサンプラー溢れ返ってるもんね今嬉しい、みんなありがとう。あーちゃんありがとう。明日も見るね。ありがとうね。皆さんありがとうございます。でも初見の方結構いるんかな。ちょっとはね、私の大好きなアンケート取っていいですか、歌う前に。今、初見の方どれぐらいいるんだろうと思って。気になる。すっごい気になる。投票じゃない。あ、そうか。間違えた。このごっチャンネル、常連だよって方が1位、見るのは2回目ぐらいですって方が2、まあ、2回から、まあ、そんなにたまに見るよぐらいの方が2、初見ですという方が3、この3つでアンケート取りたいと思います。すっごい気になる。今この私のショールーム10月1日から始めて今一番人数が多いので、アンケートスタート。1がもう常連、もうごっチャンネルやったら絶対見るよって見てくれてる方が1位、まあたまに見ますっていう方が2位、もう初めてです、あなた誰ですかみたいなそもそもあなた誰ですか、もう私星集めだけに来ただけなんですけど、あなた誰ですかぐらいの、もう初めまして初見ですっていう方が3で、じゃあアンケート締め切りたいと思います。3、2、1、じゃん。おー、あでも常連さんが多い、ありがとうございます。でも初見さん 9.6% いる。はじめまして、後藤由紀と申します。ありがとうございます。10月1日にこのショールームを開設して、いきなり6日からのガチイベに参加しております。あら、クリエンマさん、どっかで見たことある名前やなって思って、あ、そうなんですか、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。まあ、2の方はね、もうこれからもう常連になっていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ最後何歌おうか。レイレイはね、こぶしファクトリーだよ、可愛い子だよ。皆さんありがとう。あ、このみさん初見ですか、こんばんは、ありがとうございます。このみさんモデルさんなんですか、ありがとうございます。よかったら仲良くしてくださいありがとうございます。はじめまして皆さん、嬉しいね。いや、はじめましての方からコメントくるとすごく嬉しい。みんなもね、いっぱいコメントくれてありがとうございます。あ、で何歌おうか。ちょっとでも
寝るでしょ。一回みんなリラックスしたいんじゃない？一回リラックスしない？もう10、あれ私なん、あれ何時か、あれめっちゃ配信してんやんな。いや、拳の音は聞くせんです。もう私あの拳は聞かせられない。弾ける？え、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、一人で死ぬんじゃないの。ラブリーラブリーは入ってないんですよね。バラードね、私バラード歌いたいなと思って。アカペラ？いやいや、あ、わかった。じゃあこの間あの29日にイベントをやったんですけど、その時にもアンコールで歌った曲、すごく大好きな曲があるので、なんかすごい歌詞も、歌詞もすごく素敵な曲なので、ちょっとグッドナイトソング入ってないんだよね、ごめんね。あのどんな時も歌おうかな。絶対みんなが知ってる歌だし。ちょっと携帯揺れますね。あの井上園子ちゃんバージョンで、あ、そうだ、イヤホンさしてない。イヤホンさします。ブチッとなります。よしよし、では皆さん最後になりますが、明日の予選、まずは今日のね決勝、皆さん本当にありがとうございました。すごい、2394名の方に見ていただいてありがとうございます。最後ちょっと名曲を歌って明日の予選に備えていこうかなと思います。水分補給。それでは皆さん最後聴いてください。僕の背中は自分が思うより正直かい。誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。旅立つ僕のために誓ったあの夢は古ぼけた教室の隅に置き去りのまま、あの泥だらけのスニーカーじゃ追い越せないのは、電車でも時間でもなく僕かもしれないけど、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと気持ち抱きしめてたい。どんな時もどんな時も迷い探し続ける日々が答えになること、僕は知ってるから。2419名の皆さん、最後よかったら聞いていってください。ありがとうございます。明日からの予選も頑張ります。じゃない、化粧だ。他の誰かを知らずに傷つけても絶対譲れない、夢が僕にあるよ。昔は良かったねといつも口にしながら生きてゆくのは本当に嫌だから、消えたいくらい辛い気持ち抱えていても
っていきましょうね。どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。どんな時もどんな時も迷い探し続ける日々が答えになること、僕は知ってるから。皆さん、今日は最後まで見ていただいて、そして、予選応援していただいて本当にありがとうございました。嬉しい。2463名の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、皆さん本当最後まで見ていただいてありがとうございました。ランキング、最後ですね、上段の方お呼びしたいと思います。13位なーちゃん、ありがとう。12位が太郎さんです、ありがとうございます。そして11位ヨッシーさん、ありがとうございます。10位はななん、ありがとう。お風呂出たかな、だいぶ前だろうけど、ありがとう。9位しげただ さん、ありがとうございます。8位、あ、変わった、変わったね、このタイミングで変わったね、今変わったね。13位がなーちゃん、12位がしげただ さん、11位がとおるちゃん、ありがとうございます。10位が猫又さん、ありがとうございます。9位へなちょこさん、ありがとう。8位がレグさん、ありがとう。7位のりぽそさん、ありがとうね。で6位が、まゆさん、ありがとうございます。5位が安倍氏、ありがとうございます。4位黒太郎さん、ありがとうございます。そして3位がくにちゃん、ありがとう、たくさんハートくれたね、ありがとうございます。そして2位が、サンイエローさんです。だるまたくさんありがとうございました。だるまなどいろいろありがとうございました。そして1位が、など東京タワーをいただきました、ヨナアフロッチーさん、ヨナありがとう。皆さん本当に最後の最後までありがとうございました。本当に予選絶対突破してるので、明日から美人百花の本戦頑張ります。まずはでも12時5分から報告会の配信軽くやろうと思ってるので、もしお時間合う方は見ていただけたらなと思います。そして初見の方もね、たくさんいると思うので、よかったらハートピンクにして最後帰ってってください。ということで皆さん本当にありがとう、お疲れ様でした。また明日お会いしましょう。2503名の皆さん、ありがとうございました。皆さん素敵な夢見てください。みんなおやすみね、ありがとう、おやすみなさい、バイバイ。